泉区のスプリングバレー仙台泉みスキー場でシーズン中の安全を祈る神事が行われましたしかしこれまでのところ積雪がなくあすを予定していたオープンは延期されましたまた電気料金の高騰を受け去年に続きリフト代を値上げしましたスプリングバレー仙台泉みスキー場の安全祈願祭は 今日関係者らおよそ50人が参加して行われました。スキー場は明日オープンを迎える予定でしたが。本来50センチほど積もるとゲレンデを作って滑ることができるんですが、ご覧のように現在はほぼ積雪がない状態となっています。今日の時点では山頂でも積雪はゼロ。また、例年より気温の高い日が続いているため。 人工降雪機で雪を作ることもできていないということですスキー場ではあす以降雪が降り気温も下がる見通しであることから今月20日をメドに12コースあるうちの中級の1コースでオープンできるよう準備を進めることにしています今週末から雪の違法が出ておりますので雪が降りましてコース準備でき次第に一日でも早くオープンしたいと思っております また今シーズンこのスキー場では電気代の高騰を受けてリフト券の料金を最大で300円引き上げました。いかに快適にあのスキースノーボードそり遊びができるかをですね、あのスタッフの一度サービスの部分、あと快適に楽しんでいただけるように、ま細かいところまで気をつけていただきながら楽しんでいただければと思っております。スプリングバレー仙台泉スキー場では。 昨シーズンより7000人多い7万2000人の利用客を見込んでいます。